すってこれ、あれフォーカスが青だった。本当に久しぶりに窓を開けています。まあ、部屋の中のブーンという音の方が大きいですけど、外の鳥の声が聞こえるのが気持ちいいですね。ジャン君、ポンちゃんも本当の久しぶりに窓際で日に当たりに来ています。今日の温度が、あれどこだった、24度。この部屋でも24度です。エアコンなしで涼しいです。昨日の夜からね、ちょっと涼しい感じになって、寝てる間は、なんかちょっと寒いぐらいだったね。今までのなんていうんだっけ、タオルケットだけで寝ていたらちょっと寒いくらいでした。気持ちいいね、二人とも。昨日からですね、Facebook 改めメタっていうやつで、会社のページを作っているんですけれども、昔からビジネス Facebook って呼んでたかなっていうところにアカウントを持ってるんですが、そこを動かし始めようと思います。ただむちゃくちゃ難しいね。何をやったらいいのか分かんないぐらいやらなきゃいけない項目がいっぱいあってですね、ただ記事だけ、こんなことをしたいと思いますっていうのを一発投稿だけ済ませました。って言っても誰も見てくれていないと今のところ思ってます。4人なんかいいねが入ったみたいなんだけど、誰、私たちの会社を知っているのは誰。まあ本当の知り合いでしょうね、きっと。これからちょっと、人を増やしていく、算段になりますかね。まあ、ファンというか、なんていうのかな、そういう人を増やすんだそうでございます。頑張ります。はい、うん、ジャン君ジャン君ジャン君ポンちゃん、ポンちゃん、水おいしい。あら、裏通るの？あ、っていうかあれか、外が見えるのね。よかったね、久しぶりに空気が入ってきてて。何か見える？撫でますか？なでなでですか？なでなで。なでなで、なでなで。はいはい、なでなでですね。
ぽんちゃん、甘えん坊になりましたね。かわいい、ぽんちゃん、なでなで。いい子だね、ぽんちゃん。ぽんちゃん、ぽんちゃん。どこ行くの？うん、できた。寝る時間なんです。甘えん坊さんですけど、ポンちゃん甘えてますけど。メンバー限定ポストカード作りましたよ。はい、ポンちゃんの可愛いやつ。メンバー限定なのでごめんね。ポンちゃんの見返り、ポンちゃんだよ、可愛いんだよね、ポンちゃん。